田空港、第一ターミナル南ウィング、南ウィング、秋田ウィングって書いてますよ。あ、こっち北ウィング。行きますよ、はい、アメリカに。僕は行けないんですけど。もちろんそんな予算はありませんから、私と秋山ディレクター、2人でアメリカにですね、はい、この円高を追い風にしてビシッと買い物をしてこようかと。何を買うかといったら、もうついに私、ベクトレックス、出ましたね。まあ、並びとチャンネルおなじみの私の憧れのゲーム、もうあれがあれば上がりだろう。アシュラ買いを見せます。どうぞご期待ください。買い物は全て自腹ながら、滞在費をキムからせしめることに成功し、いざロサンゼルスへ。これは何ですか？これ前の E3 の時にローディアのフリーマーケットっていうのが夢のような場所で、そこで現ナマをはたいていろんなものを買う気でおっそり換金した時のお金です。総額で600兆円です。何が起こるかわからない今回の旅、さらに現金7万円を換金することに。168ドルになるわけですから。1台でみんな車で移動するのすごく効率が悪い。なんで1台に2人以上乗ってる車に対してこうやって優先車線が設けられてるんです。これは1台に2人以上乗っている人、もしくはハイブリッドカーというかエコカーですね、だったら1人乗るでもここのカープールレーン走っていいと。こっちがちょっと詰まってきたけど、カープールレーンガラガラですから。でまあ我々は2人乗りですから、こうやってカープールレーンでこちらをぶっちぎれるわけです。ロサンゼルス到着後、真っ先にやってきたのが朝7時半とかそこらに着いちゃうんで、まあやることもなくと言いながらここに来る気で来ました。まずアウトレットだろうって。まあ日本にもね、プレミアムアウトレットがありますけど、カマリドはとにかくでかい。俺たちの、俺たちのベストスコア着きました。ベストウェスタンはモーテルの中でかなりグレードが高い、いいところなので、快適な一日を過ごせるんじゃないでしょうか。朝あのアウトレット行ってましたけど、行きましたよ。その絵撮ったじゃないですか。結構買われたんですか？買われたんですかって、お前のものが多いじゃないですか。もうだってこれ君のでしょ、これ。まあそうです。まあいろいろ買いましたよ。 C15A じゃない C15 C15 マークがすでにかっこいいの。かっこいい。いいものいっぱい売ってますから、細かいところで見逃せません。左レベル高い。でかっ。今いろんなスーパーとか行くと必ずこういう風な体裁で T シャツ売ってまして、で必ずゲームライセンスもの。マジか。
まあちょっとやべえなマジか。これの M ねえの。こういうものがあるんですよ。こうスーパーにってことですね。これターゲットだけじゃなくてウォルマートに行けばウォルマートでもこういうものを展開していて、ゲームネタというのは必ず拾われる。渋いピットボール。ヴィンテージビデオゲームがデザインソースとして優れていることがこうやって証明されている。日本でいったら声優とかイトーヨーカドーオリジナルとこういうものが出てるかって言ったらないわけですから。あとなぜかねアメリカではここ3年ぐらいどーもくんがあった、あった、ラスイチ。じゃあ、あの赤も買おう。くだらねえよ。すげえぞ。トロフォン。あ、でもちょっとハイテクなんだ、こっちは。高くないですか ?129 ドル。メガブロックがヘイロー大展開してるんですよ。まあ、レゴのパクリみたいなやつなんですけど、コブナント。バンシー、ローガン吹き矢。あ、でも練り消しの弾みたいなので、すげえ、もうナーフ史上進化しすぎてわけがわかんねえ。でも武器です。アックスナーフブランドで、ナーフブランドです。ナーフのディスクダウン、プロトン。狂ってますね。何発で撃ってんすか。バーサーカー、これターゲット限定ですよ。あ、出た、あのパチモンの方だ。ショットガンと同じとこだ、バズビー。このように青ですね。真ん中からミサイルも出るという。ターゲットすごいところは、専用のエスカレーター。これ素敵、これ素敵ですね。素晴らしい。顔めっちゃ疲れてますけど大丈夫ですか。そりゃそうだろう。お前だって飛行機の中でそんな寝てないから。何時間起きてんだよ俺。ベクトレックスを探すという目的は心に秘め、ご覧のようにですね、存分にアウトレットの買い物を楽しみました。まあすごいですね。子供の可愛いバンズ買っちゃうわけですよ。こんなね、レディーガガとバーニーズニューヨークとダンカンのトリプルネームですよ。買うに決まってんじゃないですか、そんな。アメリカドルで買い物をする体を慣れさせる行為だったんです。1日かけて、まあ、僕以上にほぐれたのが秋山ディレクター。見てください。こちら全部買われたやつだと。一応そうです。こんなの買ったの。それ俺の上着です。そこ関係ねえじゃん。お前も買ってんじゃん。あ、違う、これ今投げた。これも関係ない。ちょっと投げんのやめてもらっていいですか。こういう楽しげな、当たってないです、照明が楽しげな、そう、もう飛びすぎです。こんな感じで初日は終了しちゃいましたが、翌日からがすごいんです。本番です。目的はローズボール、全米最大のフリーマーケットでベクトリックスを探すということです。そう、私の憧れの地、毎月第2日曜日ローズボールスタジアムにて開催される北米最大級のフリーマーケット、そこでベクトレックスを捜索。売ってんすかね。売ってるに決まってるでしょ。全米最大の意味分かってますか。やる気満々で行くと。感染やっぱり寝れてません。これから多分今日すごい歩くと思うんでね、
じゃまずいだろうということで昨日のうちに実はドラッグストアでですねドラッグを買っております。アメリカでは割とポピュラーなんですね、ファイブアワーエナジーとエクストラストレングスと。これだけでちょっと不安を感じた私、昨日はですねとてもいかがわしいサプリメント詰め合わせを買ってみました。こちら持っていきたいと思います。これ完全日本人だ隣飲みたくないもん買っておいてすげえ。あ、これはうまい次やってまいりましたロースボール、もう聖地ですよ聖地。我々アメリカ文化好きの者にとってみては、そして古着ブームを経験した者にとってはベクトレックスですからね、買うのは。おっと古着の話しかしていないWhy are you waiting? 本来は9時からだと8ドルで入れるんですが、その前から入る。高いお金を出せば、まあ、アーリーバードといって、まだ出したばっかりのいいものはされると。7時から8時の間で15ドル。よくこういうイベントに来ると興奮して入り口入ってすぐのところでドロドロしちゃいがちなんですけど、そこはもう何年もバイイングしてますからバイイング自分のためのやばいんですよね。どうすかローズボールは。撮ってて分かりませんか全然楽しそうではないですよ、真剣すぎて。楽しそうじゃないすげえ楽しいよお前、何言ってんだよ。ちょっと答えるなその評価Thank you. Thank you. アジオショックのマジかやべえかさばるわこれうわーもういいな。ちょっと古着ばっかり見つめて危ないところだ目が覚めました目が覚めたT シャツ結構買われてますよね現状です強烈やべえ、キッズサイズのドラッグレースフォトプリー Very nice, very nice. ありがとう、OK? OK? Thank you. デッドストックですね。いや、恐ろしいところだな。あまりにもこれ買いすぎたんで、今一回駐車場戻る。まあ、古着のところなんでそんなゲームものもなかったんで、久々にこう想像を超える出来事が起きました。最高だよそうですね、犯人を手伝う気がない。恐ろしいですね。
いやあ、行った。協力し合うのもアメリカ人、それを盗撮する日本人まあ、見ないと気が済まないんで古着エリア見ましたけど、これからその他のいろいろなものを売ってるところに行けばよりゲーム機と出会う可能性が高いんじゃないかと。ロズボール、非常に会場は広大です。ベラボーに広大で、我々古着のエリアだけでも4時間かかったんですが、それエリアが何ブロックか分かれてると。でこんな感じで今コミックスポーツカードショーという、まあアメコミとかそういうトレーディングカードのブースがあって、多分ゲームとかもオタク寄りのものはここにあるんじゃないかと。ゲームとは書いてませんが、ゲームものがある確率が高いんじゃないかと思います。スーフェスっぽくなってヴィンテージトランスフォーマーの世界。すごい同窓会ですね。雰囲気全然違うじゃないですか。もう何なんだよ。ね、あ、これすげえ面白いんだよ、ラッシュシリーズ。今回 DVD にも入ってるレジデントイーブル。Howard after for the Sega Genesis. なんだこれ。いやー、ねえな。これだけだったんですか。これだけだよ。モアベンダース。モアベンダース。すかされたな。古着を買うのはもうここしかないなと。アメリカに来て、アメリカの古着屋に行くことすらバカバカしくなるぐらいここに全部ありました。買い物に関してこの年であんまり衝撃を受けることはないんですが、ローズボールちょっとですね、久々にこう痺れましたね。こんな世界があったのかと。ただこの本題のベクトレックス、まああるわけないなと思ってましたけど、やっぱりなかったなと。前ただ DVD の特典図をいいきっかけに買い物してるだけじゃねえか、この1日2日と。正解正解ですよ。まあ、ある意味 80s エレクトロニクス、アッペターフラッシュライト、まあここにかけて作業、手が明かりをつけても手が使えるというものを、まあ僕と陽介君の2個買いですね。あとこういう電話の看板をまた僕と陽介くんで1個ずつ買いですね。これいいですね。ミリタリー系の人がこう勤務するとですね、自分が働いた場所にこういう盾を作って飾っておくんですが、痛いよね、痛い痛い痛い。ベクトレックスどこ、お父さん。夢に見たっていうか、やっぱ寝入り花にローズボールの光景見たよね。やっぱりあーっつって、それぐらい衝撃的な先日から一夜明け。お前らベクトレックスどうなってんだと。我々もあれですから、ロサンゼルスに一応ゲーム系コネクション持ってますから、まあ、これからねロサンゼルスでクラシックゲームのことといえばここという場所へ今から向かってですね、本格的にロサンゼルスのヴィンテージビデオゲーム事情というか、ベクトレックスの手がかりを探りに行こうじゃないか。車線はもうこの朝の渋滞中なのに、我々は2名以上乗車。いやー、というわけで到着でございます。こちらロサンゼルスのクラシックゲームの総本山、ゲームデュードやってまいりました。早速ですが、もう本題の今回のコーナー、本題のベクトレックスの情報、まあ売り物があればベストですけど、なくても何か情報があるじゃないかということで、早速ゲームデュード行ってみたいと思います。あ、というわけでやってまいりました、ゲームデュード店内。まあ相変わらずのこの在庫量、もう本当にこの辺のユーズドゲームショップの中で最大の規模を誇るんじゃないで、まあ今日こちらでですね、我々のロスのゲームフレンドハイミーさんと実は待ち合わせをしているので、ちょっと彼を探してみたいと思います。もうなんか見たようなパターンですけど相変わらず彼は
本気のショッピング中ですね。早速行ってみたいと思います。ハミさん、Hey! How are you? How are you? ショッピング Now? Yeah, ネオジオ。ネオジオ。いきなりネオジオ。ネオジオのでもこれ US 版ですね。例えば今気になったんですけど、ドリームキャストフーリー。わ、すげえ。売ってるんだこんなのが。そんなわけでここでハイミーさんに北米ベクトレックス事情を聞いてみることに。まずはちょっとここゲームデュードにベクトレックスの在庫があるか知りたいんですけど。Do they have the stock of the Vectrex? Oh no, they don't. I don't think they do. It's hard to find. Super rare. Super rare. で、Vectrex じゃあ扱ってるお店って少ない。Not at all. There's not many. I've never seen it at any other store. I've never seen it. 他のお店で見たことがありません。Oh. Not very popular. Not very popular. Not very popular. 相当じゃあ難しいことを僕らチャレンジしてるということは。入試難度の高さを聞いてしんみりしたところで脱線ミニ企画を開始。日本からいろんなゲームを持ってきたんです。メガドラ、日本のメガドライブのゲームを僕はゲームリューで売ったらどうなるか。結構あれですよ、本当に日本の普通のそれこそスーパーポッツさんとかに持ってってもハイプライスが期待できる、レアソフト持ってきたので、いやー果たしていくらになるのか。まあ、見えてるのはあれです。いきなりあの洋芸を洋芸を逆にあのアメリカに戻すっていう試みもありますから。それいいんですか、逆に売っちゃって。いいんです、いいんです。で、正直もったいないっていう意味でありますよ。スーパーレアのソフト入ってますから。というわけでまずこう買い取りに来ると、番号札を渡されるんですね。で、まあ、彼が全部動作チェックをこれからするんですが、ちなみにどんなものを持ってきたのか簡単に。あれ、これレアですね。タルスマン。オーマイガー。オースマン。オースマン。It's breaking. It's breaking. オースマン。タルスマンのレアコーナー。You know this game? Yeah, Grindstormer in the United States. Yeah. あ、Grindstormer って、こっちは V5。これもいいゲーム。オーマイガー。エイリアンソルジャー。エイリアンソルジャー、見てください、この反応。エイリアンソルジャーもレアですね。これ多分今日本で売ってもいい値段するんじゃないか。ハラスコード。これも日本でレアですね。スペアリドゥメタルヘッド。そして。スーパーレアです。スーパーレア。32X バージョン。55本。ちょっとね、中身空のやつあったんでちょっと減るかもしれないですけど。 Lots of rare games, lots of expensive titles. 27番呼ばれるまで買い取り待ってみたいと思います。 27? はい。さあ、というわけで買い取り終了でございます。 Thank you. 果たして結果やいかに。1本50セントです。普通のメガドライブゲームは。というわけで普通のこの辺の1本50セントのものは一回引き上げて全部ハイミさんにだったらあげようじゃないかと。こういう。ありがとう。そしていよいよレアソフトの査定額が発表される。 50 ですよ。さあ、パルスマン、日本でも今やちょっとレアな40出ました。 The first one? エイリアンソルジャー70来ました。$70。さあ、バーチャファイター60 OK、Good. すげえな、端末に全部同じものでもインポートのちゃんと項目があって在庫も全部出てますね、これ。 Okay, so your total is 511 20, 40, 60, 80, 5, 10, 11. Here we go. Thank you. 大成功と言っていいんじゃないでしょうか。まあさすがに50セントのものはもうハイミさんにプレゼントして彼がアメリカのまあコレクターは喜ぶのでコレクターに還元しようじゃないかと。十分です。もう大満足の結果に終わりました。ゲームデュー。
続いてハイミーさんらに連れられてやってきたのはファミリーファンアーケード。こちらはアメリカでは珍しいゲームセンター。店内へ入ってみることに。ゲーセンだ。ゲーセン、面白い。レースゲーがでもやっぱ多いですね、アメリカだからか分かんないですけど。イニシャル D でも輸出してるんだちゃんと。あー面白い。お店の中心で両サイドで対戦台になってる。ここも対戦台。そして面白いのがここですよ。2ドル30分で Xbox Live につないでここで遊べるって面白いですね。でモダンオフェア3とバトルフィールド3とギアーズの3が、これ新しいですね。というわけでもう LA ゲーマーのもう拠り所として活躍しているファミリーファンアーケード、こちらオーナーラルフさんです。ナイスミーチュー。ハロー。こちらちなみにお店はもう何年ぐらいやられてるんですか。This location we have had for 38 years. 38年。38年っていうと、その頃はどんな場所だったんですか。ビデオゲームは置いてたんですか。38 years ago when we began, all along the far wall was pinball machines. Everything was pinball machines. We had 31 pinballs.But we also had rifle games and, you know, things like that. But we did, in the beginning, we started in about 1973, we did have Pong. That was our first video game. ビデオゲーム誕生から今までゲームセンターをやっているという素晴らしい場所ですね。なんすかこのスペシャルな空間は。これもあれです、多分コンシューマーのゲーム機をここにつないで2ドルで30分、4ドルで1時間自宅で遊んでるかのような、なんか一応 DDR は奥でひっそり稼働中。あーすごい、基板のウォールになってる。Yeah. これはすごいですね。So sometimes when we have a game that's broken and we need a part, we'll go up to the wall and take the part off of the wall to do the repair. アメリカで珍しいだけじゃなくてファミリーファンアーケードの歴史もあるということで、皆さんもロスに遊びに来た時は遊びに来ていただきたいと思います。おおキャスが流れてる。アメリカで流れてる。というわけでファミリーファンアーケード素晴らしい取材終わりました。というところでね、なんか早見さんがなんかあるっていう。So let's go to the house, to my house. Yeah. I have something for you that you would like. 好きそうなものがあると。そんなこと言われていかないはずがない。引っ越したという早見さんの新居へ行くことに。すっかり夜、先ほどのファミリーファンアンケートからちょっと早見さんと別行動で、来たので。遅くなりましたがようやく着きました。なんとロスから遠く離れたオレンジカウンティーのあたりの、しかもですよ、見てくださいこの瀟洒な住宅、このようなビッグハウスを手に入れたみたいで、でこちらになんか見せたいものがあるというメッセージを残してから先にね、もう来てるみたいなので、なんていうのかな。おっ来た来た来ました、ハイミさん。何ですかこのビッグハウスは。お、そしてハイミさん。Hey, Your wife? No. Your wife? No, no, no. No? This is my friend and good neighbor. Akira? Yeah. Akira さん。Akira さんです。お、久々に日本語を聞きましたけど。すごい、best friend. Best friend. お。ね。というなんか異常に仲がいい感じですけど。ここからは。じゃあ、アキラさんに通訳お願いできる感じで、はい、できます。せーの、Hello. もうおかしなのになってますけども。早速お邪魔すると、そこにはというわけで、もう早速リビングでなんか勇ましい音が聞こえるなと思ったら、今時の LG モニターに
メタセラ映ってますけど、しかも見てください、なんか見覚えのあるコンソールじゃないという。今日ちょっとね、ずっとファミリーファンアーケードで見ましたけど、彼は一体どういう人なんですか？This is Quan. Quan, would you like to say something about the Omega system? Hi. Yes, my name is Quan. I am the creator of the Omega system. It is a console MVS cartridge. It lets you play Neo Geo MVS games on a TV like you would the home system. Oh. Yes, so instead of...もうどんどん説明を始めてしまいますけれども、今アキラさんも通訳しようと思って今前のめりに待ってたのにずっと喋るなみたいな。本来ネオジオっていうのはアーケードゲームが家庭で遊べるという体裁でこういうもので発売されたんですが、一応カセットはあれですよね、こう共通ではないわけです。ところがこの業務用のこれが刺さるオリジナルマシンを彼が作ったということですね。全然通訳なしで今盛り上げる場所じゃ全然よくないですちなみにアキラさん、これだけノリがいいっていうのはどうもなんかプロフェッショナルアクトレスだという。はい、そうです。そしてモデルです。おお、素晴らしい。アクセスはこちらに。じゃ あ危ない。何出すのかと思って。Games on the home system are very expensive. This game, $500. This game, $50. なるほど。業務のこれは安く買えるわけですね。Yes. じゃあどこで買えるでしょうか。アクセス。You can buy the system at arcadeworks.net. arcadeworks.net で。Yes. $499. Yes. はい、みさん。見せたいものっていうのはこれのこと。He goes, you want to show this? That's, well, no, I have one more thing to show you.One more thing. I'll show you right now. I'll be back. Yeah. Come, or you come, come with me. 来い。ちょっと行ってみましょう。Where are you going? Oh, you wait here. Wait here. ここで待ってと。ちょ、来いと言うけど。ここまで。ビッグボックスが来ましたね、これ。クローバーヒル、バラエティパック。Come on.そっか、そう、やっぱなんで、なんで呼んだんですか、今、あっちに。結局こっちにも、結局こっちに戻っ、あっ、皆さん、出ました、ベクトレックス。私たちの今回の旅の目的、ベクトル X のしかもすげえ綺麗なやつをなんとハイミーさんが持っていたというよりも、俺たちが eBay で買ってハイミーさんに頼んでいたが正解。知らない人もいる、非常にレアだ。そんなこと我々も100も承知だったので、eBay オークションでずっと網を張ってですね、コンディションがいいの出るのを待ち、それをですね、ハイミさんに買ってもらっておいて、支払いは我々が済ませ、まあ多分アメリカでは買えないだろうと思っていたので、そういう保険をかけておきました。それがこちら。素晴らしいコンディション。しかも、コントロールパネルと with 6 games と。やっぱあまりの程度の差に私も今興奮してきてます。He's like so...Excited, you know? Exciting. Exciting. How are they going to take this off? Done. Ah, こっちか。コントローラーが入っていると。That's very cool. すげえ綺麗。あ、これだ。Oh my. 来たーい。ベクトレックス。マインストーム、これ内蔵ゲームですね。Right. かっこいいもの。Because it's so handsome. It is. おお。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。お、面食りできそうだ。
fucking butt. わあ、いい、このこうなんて光ってねえ、コナミのスクランブルですね。ベクトリックスのゲームで重要なのがこちらオーバーレイですね。でこのようにゲーム画面に、わあ、オーバーレイどうやってつけんだ。You got some Dino? Yeah. Tape. Ah, ここだ。爪がある。There's a lining in there. Ah, なるほど。最初のインベーダーと一緒ですね。画面はモノクロで、こういうフィルムでカラーをつけていくと。It's yay! Oh, look at the color. おお、すげえ、こんな滑らかにスクロールするんだ。Oh, it's a vivid color. Okay. やべえ。やべえだろこれ。Is that a shooter?あー、これはたまんねえ。うわー、でも超いいなこれ。もっと悪い英語で翻訳するとどうなります。俺がもうたまんねえって言ってるの。そういう感じでいいです今。僕気持ち的にはもうそういう感じなんで今。最高だぜこれは。よく見えるでしょ。アキラさんどうですか。見えますか。ハイパーチーズやってみましょうか。操作を。あ、すげえ。That is cool, actually. おお、これトリップできるな。Because we can trip out. Yeah.We haven't been doing that. あ、ギアが何足かある。Because there's several gears. おお、危ねえ。これ、はい、やべえ、これ危ねえ。これや、うわあ。は、このスピード感やばい。おお、このスピード感やばいだろう。わ、すげえ。もうレブってますね。おお、おお、おお、はい。無茶だろこれ。おお。シフトダウン、シフトアップ。おお。早い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 。ふう。ふう。はい。What do you think? It's a lot of fun, actually. It's a lot of fun. すごい面白いんだって。I'm very impressed with it. Very impressed. 欲しくなったハイリーもベクトリックス。He goes, Do you want this? No. 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 All right, we know it works. That's good. お、これ俺だ。お、これ対戦ゲームですね。Wait. Yeah. Oh. 丸い方が俺。尖ってんのハイミス。おお。We supposed to kill each other? Yeah. Space Wars. Yeah. ここな、あの真ん中があれ光ってんのいい。I don't know. Oh, yeah.うわあ、ここダメなんだ。Yeah. 世界中のアキラレーンのファンが今ですね。すごいと。はい、you're right there. Oh, you killed me, fucker. Okay, so that's you. Okay. おお。いいバトルしてますよ今。お、刺そう。お、まだボレッツ。あ、え、玉切れがあるんだ。へえ。想像以上、僕ずっともう本当に何十年ですよ。20年以上ずっと欲しかったですけど、ようやく手にして、まあ今感動しているし、想像以上にいいものでしたね。もう俺の欲しいなんか感じが全てここに詰まっている感じがしますが。本当にありがとう、ハイミさん。なんでぼーっとしてる。That's good. That's good. ありがとう。You wanna cry? Excited. Excited. Calm down. Calm down. Calm down.
さあというわけで、7ビットチャンネル特典映像としてお送りしてきました、ベクトレックスを探せ、見事完璧な形でフィニッシュさせていただきました。でもねこれ何でしょうこの薄ら寒い感じになってますけれども、いやでも本当あれですよ、こんないいベクトレックスが手に入ったのもハイミさんというでも日米を超えたゲーマーシップですよ。このゲーマーシップの関係性で手に入り、そして今日この取材がうまくいってるのもアキラレンさんのおかげというわけで、もうこのここにいるメンバーで今回も全ての映像がうまくいったということで、最後じゃあ乾杯で終わりたいと思います。テキーラ、テキーラ乾杯、ウー、ビクトリー、ビクトリーやばい、ありがとうございました。明日帰るっぽいですけど、朝、明日っつうか何時間後だよ。入るんすかねこれ。難しいね買い物って、何年やってもね難しい買い物、買い物のことってよくわからない、まだまだわからない買い物の。